俺の腕時計知らない？知らないよ。どこかに忘れたんじゃないの？俺外では腕時計外さないから。腕時計ならいくつも持ってるじゃない。パネライにこだわる必要ないでしょ。え、なんでパネライってわかったの？確かに俺趣味で腕時計集めてるけどさ。え、あなたのお気に入りだったんでしょ？仕事中に LINE してくるくらいだから、そうなのかなって思っただけよ。確かに一番気に入ってるけどさ、本当に何も知らない？何？私を疑ってるわけ？別に疑ったりなんかしないよ。家で見てないか聞いただけだし。腕時計の一本ぐらいで騒がないの？高い腕時計ばっかり買ってさ。私だってバッグとか財布とか欲しいものあるんだからね。いや結構いろいろ買ってるでしょ。先月もカードの請求30万でびっくりしたし。まだ欲しいものいっぱいあるし、私は我慢してるんだからね。だから俺はなるみがある程度自由にお金使えるようにしてるじゃん。とにかく腕時計なんて知らないから。もうその話はしてないけど。だったらちゃんと仕事しなよ。わかったよ。昨日さ、念のため俺のコレクションを確認したんだよ。何よ、また腕時計の話？結婚前から集めてたから、全部合わせて30本くらいあるから気づかなかったんだけどさ。何をよ。ロレックスとかオメガとかタグホイヤーとか高いのばっかりなくなってるんだよ。そんなの知らないわよ。どこかでなくしたんじゃないの？いや、別で保管してたケースまで一緒になくなってるんだよね。それって記憶違いじゃないの？たまにオークションとかで処分してなかった？確かにコレクションが増えすぎたから少しは売ったんだけど、高かったのは一つも売ってないし。だから忘れちゃってるだけでしょ。前飲み会続きで金欠だなんて言ってたじゃない。いや、何十万も必要だったわけじゃないんだから。そんなの私は知らないし。また私を疑うつもりなの？最低。いや、泥棒が入ったのかもしれないし、一度警察に相談しようと思うんだ。ちょっと、腕時計くらいで大げさじゃないの？いや、特にあのロレックスは就職した時にじいちゃんからもらったやつなの。アンティークだから200万くらいの価値があるんだよね。え？そんなに高くなかったよ。は？いや、そんなに高く見えなかったってことよ。まあ、興味ない人にとってはただの古い時計だもんな。ちゃんと査定できる専門店じゃないと大した額にはならないだろうね。そうなんだ。とりあえず今日警察に相談に行こうかなって思ってるんだ。いや、警察はちょっと待とう。泥棒だったらまずいでしょ。家にはトモコもいるんだからさ。トモコは昼間は幼稚園でしょ。それ以外は私と一緒にいるから大丈夫。いや、俺も帰りが遅いからさ、トモコだけじゃなくてナルミのことも心配なんだよ。いや、いきなり警察が来たりしたらご近所でも変な噂されるからさ。ママ友に変に思われちゃったらトモコが孤立することになるかも。そんなもんなのか？そうよ、ママ友の噂話って本当にすごいんだからね。ケータは幼稚園の迎えとかもほとんどしないから知らないでしょ。わかったよ。でも不安だから念のため防犯カメラでも買うかな。そこまでする必要あるかな。それより鍵の交換しよっか。ピッキング対策の最新式のやつ、あれだったら安心だと思うの。それもいいかもしれないな。そうよ。じゃあ鍵屋さんに早速連絡しておくからね。先週うちの実家に行ったじゃん。そうだね。お父さんもお母さんもトモコにべったりなんだから。それはいいんだけどさ、母さんの指輪がなくなってたんだって。そうなの？でもお母さんもそろそろ年じゃない？もしかして記憶が曖昧になってるんじゃない？いや、まだボケてないから。もしかしてまた私のこと疑ってるの？そういうわけじゃないんだけどさ、でも最近あまりにも続きすぎててさ。何が続いてるって？俺の腕時計も母さんの指輪もさ、こんなに連続でなくなるなんて偶然じゃないの？とにかく私は何も知らないんだからね。なるみを本当に見かけたりしてないよね？私は何も見てないよ。
実家でもトモコから目を離せないんだし。いや、トモコはずっと母さんと父さんが見てただろ。やっぱり私を疑うのね。どうせお母さんの嫌がらせよ。嫁いびりってやつ？本当に最悪なんだけど。いや、嫁いびりとかされてないだろ。うちの家庭とは距離取って、なるみに負担かけないようにしてるだろ。じゃあなんで指輪盗まれたなんて嘘をつくのよ。盗まれたなんて言ってないから、大切な指輪がなくなったって聞いたの。じゃああなたが私を疑ってるの？そんなことはないよ。私ショックなんだけど。毎日家事や育児に追われて頑張ってるのに、いきなり泥棒呼ばわりなんて。離婚したっていいんだからね。慰謝料も養育費もしっかりもらうんだからね。話が飛躍しすぎだから。泥棒呼ばわりなんてしてないし、離婚なんてしないよ。離婚したくないんだったら、もう私を絶対に疑わないこと。わかった？わかったよ。私疑われて本当にムカついてるし、今から友達と飲みに行く。今日は帰らないからね。おい、トモコはどうするんだよ。あなたの実家に預けるから。それに俺明日から出張だよ。それは知ってる。自分で勝手に準備していけばいいでしょ。わかったよ。なるみ、どこに行ってるんだ？家にいるけど。いないじゃん。俺家にいるけど。え？会社はどうしたのよ。最近休んでなかったから半休取った。あら、そうだったんだ。で、どこにいるんだ？ああ、ちょっと夕飯の買い出しに。5歳の娘を放置して、お気に入りのテディベア奪い取って買い物？そんなの知らないわよ。お前さ、昨日のテレビで母さんがトモコにくれたテディベアが実は数十万円の価値があるって知ってから、随分と気にしてたよな。やっぱり子供にそんなに高価なものを持たせるのは良くないかなって。帰ってきてびっくりしたよ。お前はいないし、トモコは一人で泣いてるし。話を聞いたら、無理やりテディベアを奪い取ってそのまま出てったって。奪い取るって、預かっただけだし。まさか我が子の宝物まで盗むなんてな。本当に最低だよ。また私が盗んだとか言うの？だったら離婚したっていいんだよ。そうだな、離婚しよっか。は？何言ってんのよ。トモコを片親にするつもり？最低。最低なのはお前の方だよ。本当は俺全部知ってるんだからな。何を知ってるっていうの？俺の腕時計も母さんの指輪もお前が盗んで売ったんだろ。はあ？まだそれ疑ってたの？何の証拠があるっていうのよ。虎猫七夜ってところに売ったよな。県外まで行けばバレないと思った。なんでそんなことまで知ってるのよ。何？最初から疑ってつけ回してた？ツイッターで教えてもらった。はあ？何よそれ。俺ツイッターで腕時計のコレクションいろいろと紹介してたんだよね。腕時計好きとかなりつながってたので、俺が腕時計盗まれたことをツイートしといたんだよ。そんなので見つかるわけないし。それが見つかったんだよね。特にじいちゃんからもらったロレックスはかなりレアだからな。速攻で連絡が入ったよ。ああ、俺フォロワー多いんだよ。2万人以上いるからな。でもそれだけじゃ私がやった証拠にはならないし。は？売るときに免許証を提示したろ。お前が売った証拠がはっきり残ってた。わかったわよ。私が売ったの。ケータの時計も夫婦の共有財産だし、私のものでもあるんだから勝手でしょ。俺のコレクションはほとんどが結婚前に買ったものなんだけど。それが何なのよ。ケータのものは私のものでもあるの。まあその話は一旦いいか。俺もう一つ知ってることがあるぞ。はい？何のことかしら。お前浮気してるよな。はあ？今度は浮気を疑うっていうの？どこまでも嫌な人ね。どうせ証拠もなく疑ってるだけでしょ。証拠はバッチリあるんですけど。そうやって脅せば白状するとでも？どうせ証拠なんてないんでしょ。先週俺の出張中に男連れ込んでたろ。え？どこで見てたのよ。出張って嘘だったのね。トラップとか最低。
お前を見張ってるほど暇じゃねえよ。寝室の防犯カメラに映ってたんだよ。は？盗撮？プライバシーの侵害じゃん。俺防犯カメラ買おうかなって言わなかったっけ？本当に買ってたなんて聞いてない。盗みの証拠を抑えようとしたら浮気の証拠つかむことになるとは思っても見なかったけどな。一回だけなんだから。気の迷いなの？酔った勢いでついやっちゃったの？いや、確認しただけで3回やってたぞ。1日3回とか、マジ元気だよな。そういう意味じゃない。一晩だけの関係って意味。それに同窓会があるとか嘘ついて智子をうちの実家に預けてたよな。随分と計画的じゃないか。もう意地悪しないで。お前が智子に意地悪したんだろ。テディベアを持って帰ってこい。そしたら許してくれるの？智子に返したら実家に帰れ。ケイタの実家？てめえの実家だよ。嫌だよ。なんて説明したらいいの？それは大丈夫、俺が説明しといた。迎えに来てくれるらしいぞ。親になんて言ったの？なるみが俺らの持ち物盗んで売って男と浮気してたから返品しますって。私は通販の商品じゃない。クーリングオフ効かない。ノークレームノーリターンなの。いや、お父さんが製造物責任法に基づいて引き取るって。冗談言ってる場合じゃないの。今すぐ取り消してよ。嘘って言って。お父さんたちと警察どっちが先に来るのかな。え、警察？なんで警察が来るの？盗難の被害届出したからだよ。手続きして盗難されたことを証明しないと。質屋も情報出してくれないしさ。うちにあるもの売っただけなのに盗難になっちゃうの？共有財産なのに。さっきも言ったでしょ、結婚前に買ったものだって。この場合共有財産じゃねえから。それに母さんの指輪はそもそも関係ねえだろうが。全部同じところに売ってくれて助かったわ。え、じゃあ被害届取り下げてくれるんだよね？そんなわけねえじゃん。そんな、私が売ったものは取り返せたんでしょ？じゃあいいじゃん。は？全部俺が買い取ったんだよ。盗難品なのに買い取るとかおかしくない？店は盗難品とは知らずに買い取ったの。だから権利は主張できるんだよ。今回は店舗と話し合って買い取り価格そのまま俺が支払うってことで済んだけどな。ただ店はお前に賠償請求するらしいぞ。は？賠償請求とかおかしいし。店は買い取ったものにいくらか上乗せして販売して利益得てるの。今回はその機会を損失したわけだから当然請求できるだろう。そんなの払えないし。無理無理。もちろん俺が買い取った分もしっかり請求させてもらうからな。あと不倫の慰謝料もよろしく。え、私はどうなっちゃうの？まずは警察だな。その後いろんな請求が待ってるぞ。いや、そんなの無理だから。もう一つ忘れてたわ、智子の親権も譲らない。養育費もしっかり払ってもらうな。いや、智子は私が引き取る。そしたら養育費もらえるんでしょ？お前もうすぐ逮捕されるんだぞ。智子渡せるわけねえじゃねえか。八方塞がりじゃない。私どうしたらいいのよ。助けてよ。お願い、私働いてないの。働けばいいじゃん。逮捕されたら働けないから。初犯だし実刑はないんじゃない？結婚前に何度か万引きとかで捕まってるの。やばいのよ。マジ？お前ほんとやべえな。お父さんがまたですかって言ってたけど、そういうことだったんだな。全然気づかなかったわ。演技の才能だけは感心するわ。だから助けて、お願いだから。もう絶対やらないから。一度だけチャンスをください。どうかお願いします。本当に無理だから。教育に悪いから智子にも合わせない。そんなこと言わないでよ。あなたしか頼れる人はいないのよ。一回話し合いましょうよ。え、既読つけてよ。ねえ、何？ブロックしないで。その後、成美は義両親によって実家に連行されました。そして後日警察に逮捕されたそうです。実際に成美には度重なる万引きによる前科があったそうで、
今回の件で実刑を食らったそうです。慰謝料や盗まれたものの賠償は義両親が払ってくれました。何かと大変でしたが、離婚も無事に成立しました。もちろん智子の親権も俺のものです。今は親子2人で実家の支援を受けながら幸せに暮らしています。智子ももともと俺の両親によく懐いていたので、最低な母親のことは忘れ、毎日楽しそうで安心しました。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンを押して意見を教えてね。面白い動画をお届けしますので、チャンネル登録もぜひお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。